8月29日、来年度実施される美作の国建国1300年記念事業の PR 隊が、県庁に石井知事を表敬訪問しました。事業の実行委員会会長を務める宮地津山市長が PR 隊を紹介した後、委員会の情報発信部会副部会長の永山泉さんが、今回は美作市在住の作家、浅野敦子さん書き下ろしのミステリー小説を題材として10市町村を回るミステリーツアーをぜひ PR したいですと挨拶しました。また美作の国ご当地アイドルサクラブのメンバーは昨年津山市のご当地アイドルとして結成したサクラブですが、今年の6月からは新メンバーも2人加わりました。美作の国建国1300年の PR 天使としてイベントを盛り上げていきますと挨拶し、 CD や美作の木で作ったペン立てを知事にプレゼントしました。石井知事は建国1300年を機に美作の国の自然、歴史、文化の PR を県も一緒になって取り組んでいきます、皆さんのご活躍を心からお祈りしていますと激励しました。